はいどうも皆さん、こっちからヒカルです。今回ですけども復活といたしまして、一発モノマネをしたいと思います。ラファエルの料理新チャンネルの最後の一言、100点。ヘイドゥーム、全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。本日11月3週目の週末でございます。いかがお過ごしなんだいお前たち。それではですね、早速今週の俺的ニュース速報を発表していきましょう。ねん、参ります。マックス村井です。1つ目、ヒカルタン復活。18日、やらかしすぎて無期限の活動休止中だった YouTuber のヒカルさんが復活。動画は32分と転載されたテレビ番組のような尺の長さ。動画のラストには本人がエンゼルフレンチを食べる季節に合った自虐を入れるなどし、お茶の間を沸かせていた。復活を歓迎する声は多く、低評価は14万低評価。こちら今声では無期限なのに短すぎるだろうって声が多いですけどね、流行りじゃないですか。こう無期限とは言ったけど長期なんて一言を言ってやぜみたいなね、いいと思います。はい、次です。東海オンエアウーム加入。先日行われた YouTube ファンフェスタにおいて、事務所加入新メンバーとしてサプライズ出演したのはなんとあの東海オンエア。会場は今日一の盛り上がりを見せ、 YouTube 界に衝撃が走ったと。羨ましいな。たださ、さっきのニュースでだいぶかすんだような気がするんですけど、あお前18日狙ったなこの野郎。来たな大人やで、ほんまに。次です。みそのの野郎、また大批判。今月10日、ネタがかぶり気味の竹谷希章さんのマジ切れドッキリを受け号泣してしまったほのかさんが、大ファンのみそのの野郎33歳がアベマ TV 出演の際、うち結婚した時結婚式7回あげたでと暴露。旦那様は1回目からもうやりたくないと発言しており、また世間からかわいそうだろと非難を浴びていると。これ何回誓うん。プラス情報なんですが、7回とも挙式の際に旦那様に向かって1人で熱唱したそうです。これとんでもないでよ本当に。次です。サザエさんにクレーム続出。12日放送された国民アニメサザエさんにおいて、作中に犬の餌と称してウインナーと白米が登場。放送後に、犬にウインナーは塩分が高すぎる、添加物とか考えるとありえないとクレームが続出した。暇かおい。まずペット用のウインナーあるしね。またプラス情報なんですが、その作中のウインナーを見てよだれを垂らしたタラちゃんにもクレームが入ったそうです。もう暇かおい。では次、最後です。13日、大阪市の中学校のグラウンドで体育の授業中、地面の一部が陥没、最深 5.4 メートルの穴が開き、生徒2名と女子教員1名が転落した。問題はここからでした。その後中学校は教育委員会に報告するが、教育委員会が警察や消防に連絡をせず、事件発覚後に忘れていたと答え問題になっていると。忘れるわけないでしょこんなん。プラス情報なんですが、幸い怪我は軽傷だったんですが、もう転落した生徒をすぐに病院に連れて行ってないみたいなんですね。しかも転落した女子教員は自力で脱出したそうです。怖っ。 5.4 メートルの高さを自力って、ミスターサスケ山田勝美か。はい、というわけで今回以上でございます。まあちょっと YouTube 界が盛り上がってたのかなってイメージです。それでは来週1週間月末になりますが、なんとなく頑張っていきましょう。終わり、おやすみなさい。